Good morning! おはようございます。今は5時34分。いっぱい寝ました、今日も。気持ちいい。この朝のスズメがチュンチュン鳴いてる時間がめっちゃ好き。あ、落ちる。Oh no. 失敗しました。ちなみに今日の体重は昨日よりも 200g だけ増えてました。昨日がねすごかったの。その前日よりも 1kg 以上落ちて、まあその前日がトレーニングオフだったので、これはすごいね。人生で初めて1日で 1kg 落ちたのは。で今日は 200g 増えたって感じで、減量はとても順調でございます。こうやって週で見ると一番減量って順調にいってるかがわかるんですが、見てすごい超順調です。そして減量中はいつもより頻度多めで、ビタミン剤とカルシウム、マグネシウム、鉄分を取ります。今は6時半。これから20分朝の空腹有酸素します。外の気温まだ10度ぐらいなんですけど、めっちゃ汗かいてくる。今日もゴールインしました。20分間心拍数130で頑張りました。結構いい感じだよね。お腹結構この1週間ちょいでお腹周りの脂肪がねかなり落ちた気がします。でお尻のサイズは変わってないので、とっても調子がいいです。はい、これから少しだけポージング練習をして、今日はあるところに向かいます。グリーンスムージーで1日に必要な野菜の半分を朝のうちに体に入れちゃいます。見てください、この減量中とは思えないぐらい美味しそうな朝ごはん。脂肪を燃やす体を作るポイントその1として、朝ごはんはしっかり食べる。日比谷駅に到着しました。はい、皆さんおはようございます。今日は日比谷のオフィスにいます。実はシンガポールに本社がある、まあ、テクノロジー&コスメティックのカンパニーから、オファーをいただきまして、今こんな感じで週に何回かこの日比谷の素敵なタワーオフィスで、お仕事をさせていただいております。はい、もちろんカネキンジムでのパーソナルトレーニングもずっとやっておりますので、はい、皆さんぜひ会いに来てください。そして一緒にトレーニングしましょう。まあ、この会社がどんな会社かっていうのとか、あとは私がどんなお仕事をしているかっていうのはまた頃合いを見て皆さんに発表したいと思いますので、楽しみにしていてください。こんな感じで、新しいことがもう一個始まったんですけど、引き続きパーソナルトレーナーとしてのお仕事も、そして YouTube も減量も全部全力で頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうか応援これからもよろしくお願いします。で、まあ、ご存知の通り2週間前ぐらいから減量が始まったわけなんですけども、まあ、今週からこのオフィスでのお仕事も始まって、で今日の動画ではそんな減量中のオフィスデイの1日、そして私がこんなことを意識しながらお仕事と減量を両立しているよっていうのを皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では早速今日は朝から、シンガポールの方とミーティングがありますので、そちらに参加してきます。今日も一日頑張っていきましょう。はい、もちろん仕事中の飲み物は氷たっぷりのブラックコーヒーと水を、今4リットル以上毎日飲んでるので、水をこんな感じでボトルに入れてどれぐらい飲んだかちゃんと測ってます。ランチタイムがスタートします。はい、オフィスデーの日の減量のコツとして、こうやって絶対にお弁当を持ってきます。でこんな感じで
マクロを管理しているアプリにも記録できるように、どれぐらい自分が入れたのか、これかぼちゃだったら 150g、これ玄米なんですけど、玄米 80g、 鶏肉 53g っていう風にちゃんと書くようにしています。ちなみにこの水は 500ml なんですけど、今1時の時点でもうこれ3杯目。こんな感じでかぼちゃには私は塩とシナモンをかけるのがすごい好きなので、今日もそのフレーバーにしてみました。でこの玄米は私はゆかりがすごい好きなので、ゆかりとわかめのふりかけと、この鶏の胸肉は皮なしの、ローズマリーとオレガノでちょっと蒸したものになります。おいしそう、いただきます。こんな感じで的確にカロリーをちゃんと計算してます。私はフィットネスパルを使っていて、これが一番おすすめかな。はい、完食しました。これは仕事終わり用にもう 150g かぼちゃと、あとサラダスティックカニカマを今日は持ってきました。こんな感じで減量中はしっかりと与えられたカロリーを全部食べきるっていうのもめっちゃポイントです。カロリーを下回ってもいけないし上回ってもいけないので、ちゃんとアプリに記録して1日の食事をトラッキングするようにしています。わーい、外はめちゃくちゃいい天気です。はい、ちょっとまだお腹が空いていて、で甘いものを食べたくて、で今日カロリーがまだいけるのでコンビニで何か買ってこようと思います。アメリカにいる時からこのね、ビーカインドのナッツバーが大好きなんですよ。どれにしようかな。ゲットしました。大好きなビーカインドのダークチョコレートアーモンドシーソルトナッツバーです。めっちゃ美味しそう。いただきます。まだね、減量初期だからこういうのが食べれちゃうんですよ、カロリー内だったら。見てください、チョコレートのいい匂い。いただきます。最高に美味しい。お昼ご飯の後は必ずマウスピースをつけます。矯正もあと3ヶ月ぐらいで終わるので、ちょうど減量と同じタイミングで歯がビューティフォーになる予定です。今ちょうど7時10分になります。はい、お仕事終わったのでこれからジムに向かって行こうと思います。ちょっと炭水化物を食べる時間がなかったので、今日はこれを食べて背中トレ頑張ってこようと思います。私の大好きな場所に戻ってきました。はい、今夜も私の大好きな場所に帰ってきました、カネキンジムです。今もう夜の8時半なんですけど、また明日朝6時に起きて有酸素運動しないといけないので、サクッと背中のトレーニングをして帰ってシャワーを浴びてご飯を食べて寝ようと思います。今日もトレーニング楽しみながら頑張っていきましょう。Thank you.
昨日5年間かけてやっとできるようになった懸垂を披露します。仕事終わって電車乗って帰ってきて、めちゃくちゃジムに行くの迷うと思うんですけど、もうジムに来たらね、本当に来てよかったっていつも思うし、やっぱりこのトレーニング終わった後の達成感って明日の自分へのなんか強みになるので、本当に今日も頑張ってよかったなって今思います。なんかまた今日も自分が 1% 強くなれたってこう感じることができるので、本当に私はこの減量期間がめちゃくちゃ好きです。それでは明日も朝からカネキンジムでのお仕事がありますので、今日は帰ってぐっすり眠ろうと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。Have a good night.